こんにちは、ヘビアのひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビではない世界最大のヘビについてトップ3お話ししたいと思います。はい、こちらは驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの、ヤング大人アダルトとはまだ言えない若者ですね。ボールパイソンだと一番大きくなって全長で120センチぐらい、体重で、3キロいけば大きいねっていう感じだと思いますが、それぐらいの大きさになるんですけど、世界にはまだまだもっと大きいヘビがいるのでお話をしたいと思います。世界のヘビをですね、大きい順にランキングしていくと、結構ニシキヘビっていう種類が入ってくるんですね。もう6位5位4位とかもなんちゃらニシキヘビなんちゃらニシキヘビとかって並んでくるんですけど、世界で最大のヘビその3位はビルマニシキヘビというニシキヘビです。でビルマニシキヘビは主に東南アジアあたりに住んでいるというふうに言われていて、大きさでいうと5メートルから7メートルぐらいに大きくなるとなると言われています。体重はですね、もうフルサイズになると100キロを超えてきて、この子で2キロないので、この50倍以上になってくるわけですね。でかいね。5メートルって5メートルって何、車ぐらい、大きいサイズの車ぐらいですかね。多分ハイエースとかあの辺の長さが5メートルぐらいだと思うので、あれぐらいの長さ、すごくない？そう考えるとめっちゃ長い。ビルマニシキヘビが3位でした。世界最大のヘビその2位はアミメニシキヘビと言われています。アミメニシキヘビはですね、レティックって言われたりもしていて、日本で飼ってる人とかもいますね。特殊なライセンスというか許可を得てアミメニシキヘビを飼っている人がいると。でビルマニシキヘビよりちょっと大きくなって、6メートルから8メートルぐらいになったりします。記録されている最大全長だと10メートル切るぐらいのアミメニシキヘビがいたというふうに言われているので、かなり大きいですね。10メートルってハイエース2台分、ハイエース算しがちですけど、これがですね、世界で一番大きいヘビより長さにおいては長い、細長い感じですね。全長においてはアミメニシキヘビが世界で一番。アミメニシキヘビもやっぱり東南アジアを中心に生息しています。僕も真夜中のビバリウムさんの家とかでアミメニシキヘビ見たことありますけど、もう こんな持てない、もうなんかうわーみたいな感じで持つ、なんか触ることができないので、へーって見るだけだったんですけど、ビバさん家で実物を見てきましたが、ボールパイソンよりもはるかにはるかに大きくなります。アミメニシキヘビ、世界で最も大きいヘビ第1位はでん、オオアナコンダと言われています。オオアナコンダはですね、その長さでいうとさっき言ったみたいにアミメニシキヘビほどではない、5メートルぐらいが一般的というふうに言われているんですけど、ボディがやばい、こう太さ質量が段違いで、250キロとかになったりするって言われています。250キロだからアミメニシキヘビの倍ぐらいにはなるんですかね。5メートルぐらいで250っていうと何、もうボディとかドラム缶、それは言い過ぎですけど、オオアナコンダは東南アジアとかじゃなくてアマゾンね、すごそうでしょ。ジャングルというか地球の原風景みたいなところに住んでいます。でオオアナコンダは英語ではグリーンアナコンダっていうふうに言われています。ボールパイソンみたいに地上で生きるヘビじゃなくて、一生のほとんど水の中で過ごしたりするんですけど、だからね、ワニとか食うらしいよ。ワニを食べるヘビやばいですね。あとシカとかなんかそういうものを捕食しているらしいです。見たことないですけど見てみたいですね。ヘビ、もうそういうね、オオアナコンダとかアミメニシキヘビから比べたらボールパイソンは、ね、でかいですねって言われますけども、シラスみたいなもんですね。可愛いでしょ。日本のヘビは、それとは違って、こういうニシキヘビ系とかアナコンダ系と違って細長いですね。青大将とかマムシとかっていうのはピロ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 って言ってこう細長いムチみたいなヘビなので、ボールパイソンっていうのはこのでっぷりした質感がかっこいいですねって言われることが多いですね。世界にはまだまだ大きいヘビもいますけれども、こうして驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンこそが世界で一番かっこよくて可愛いヘビであることはもう小学生でも知っている、小学校の道徳の授業の教科書に載っている事実ですから、ぜひ何か生き物飼ってみたいなとか、それを飼ってみたいな
振り返ってみたいな、見てみたいなっていう場合はですね、ボールパイソンのことを思い出していただければいいなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビではなく、世界最大のヘビ3位に1位についてお話をしました。ビルマニシキヘビ、アミメニシキヘビ、そして大アナコンダ、ボールパイソンです。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。